乾先輩からハートが出てる。行かなきゃ。乾先輩、乾先輩。うん、予想時間ぴったりだな。そうですか。え？いや、来てくれてありがとう。いえいえ。それでお話して。できれば他に人がいない場所にしたいんだが、ついてきてくれるかな。はい。こんな言い方されたら期待しちゃうよ。あ、はい。どこに行くんですか？おお、乾先輩と夜のお散歩だ。それほど遠い場所じゃない。そうだな、このペースなら18分48秒後に着くだろう。細かいですね。そして結構かかりますね。正確ですね。単純な計算だよ。単純なんですか？なんだか夜の森を歩くのって新鮮です。足元に気をつけた方がいい。はい。でも乾先輩、それフラグです。あ、はい。乾先輩って嫁が聞くんですね。人並み程度にはな。君は聞かないのか。そうですね、聞く方だと思いますよ。あまりよく見えなくて、結構嫁は聞きますよ。普通だと思いますよ。聞いた方がいいかな。結構嫁は聞きますよ。結構嫁は聞きますよ。それなら大丈夫だな。はい。乾先輩ってどんな色が好きなんですか？なんだっけ、黒かな。俺が好きなのは黒だ。当たった。じゃあやっぱり私服も黒を基調にコーディネートするんですか？あまり意識はしていないが、その傾向はあるようだ。そうですか。黒って着る人を選びますからね。乾先輩なら似合ってると思います。確かに。ありがとう。いえいえ。君は黒は好きかな？好きです。好きですよ。あんまり好きになれなくて、特に好きってほどじゃないけど、私黒好きですよ。はい、好きですよ。ただ私にはあんまり似合わない気がして。ああ、確かに。そんなことはない、君にも黒は似合うと思う。そうですか。そうですか。ありがとうございます。あ、影の努力家。そういえばカイドウ先輩に聞いたんですけど。カイドウ？はい。ええ、乾先輩は影の努力家だって。カイドウがそう言ったのか。はい。はい。そうか、校内ランキング戦の時のことだ。ああ、なるほど。校内ランキング戦？ああ、声楽では地区予選や関東大会などの前に校内でリーグ戦をやってレギュラーを決定するんだ。知ってます。そして経験しました。へえ。俺は地区予選でのランキング戦で越前に負けてね。ああ、そうだったね。乾先輩が？ああ、その時俺は自分の欠点に気づいてね。一から自分を鍛え直した。そうだったんですか。ちょっと上へ登ってみたくなってね、だっけ。そうだったんですか。そしてレギュラーに課した練習メニューの 6.75 倍の練習メニューをこなしたんだ。 6.75 倍？ 7倍近くも？ああ、そうしないと俺は自分の分析したデータを活用できるだけの力をつけられないと判断したからね。そうだったんですか。すごいですね、乾先輩は。いや、それまでの自分が甘かっただけだよ。自分の欠点に気づけて、しかもそれを克服する努力を惜しまないのはやっぱりすごいですよ。そうか、君がそう思ってくれるのなら嬉しい。ありがとう。いえいえ。あ、乾の好きなタイプ。
これがマックスかな。暗いからよくわからない。何かな。その乾先輩の好きなタイプって年上で落ち着いてる人って聞いたんですけど、本当ですか？違いますよね。可愛げのある人ですよね。どうなんですか？レンジだな。入れ知恵をしたのは。正解です。あ、はい、そうです。この場合は逆効果になることぐらい予測できたはずだが。乾先輩？まあ、すまない。ちょっと考え事をね。はい。聞いちゃいけない質問でしたか？いや、そんなことはない。そうですか？確かにレンジの言った通り、俺の好きなタイプは落ち着いた年上の人だった。だった？え、だった？なんで今上がるの？ああ、過去形だよ。もうすでに好きなタイプは変わったからね。ああ、この時からだったんだ。ところで、名字と姓の違いを知っているかな？は、ん？どういう意味ですか？というか、変わりすぎてなんかちょっと、ん？というか、わかんなくなりました。乾先輩、急にどうしたんですか？え？名字と姓、違いがあるんですか？現在はほぼ同じ意味で使われているが、本来は違う意味だったんだ。そうなんですか？どう違うんですか？もともと姓は宇治とも言って一族の意味で、名字は出身地の意味だったんだ。そうだったんですか。一族と出身地。例えば、そうだな、有名な織田信長だが、正式な名前は藤原の織田三郎信長という。え、そうなんですか？それは知らなかった。藤原？この場合の藤原が信長の意地で、織田が名字なんだ。三郎は通称で、信長が意味名だ。意味名、懐かしい。流行り紙で出たやつら。つまり信長は藤原氏の末裔だと名乗っていたわけだな。もっとも後年は兵士を名乗っていたらしい。ややこしいですね。乾先輩、こういうのどこで知るんですか？意味名って何ですか？意味名というのは実際の名前だ。だが本当の名前は滅多に口に出してはならないものなんだ。はい、よく知ってます。どうしてですか？本当の名前を知られると、その人物の生殺与奪の権を握られるという信仰があるからだ。はい、よく知ってます。名前を知られるだけで？そうよ。もちろん迷信だが、日本では風習として長く残っている。今でもその痕跡はある。はい、よく知ってます。じゃあ時代劇とかで信長様って呼んでるのはおかしいんですね。厳密に言えばそうだ。目上の者は目下の者を名前で呼んでいいが、その逆はダメだった。そうなんですか？本来なら親方様とか先の右夫様とか呼んでいたはずだからね。親方様、先の右夫様は知らない。今でも目上の人を名前で呼ぶことはあまりないだろう。まあそうですね。そうですね。しかし今ではそんなことは迷信だとはっきりしている。そんなものに縛られることはない。はい、そうですね。それでだ、君のことも名字ではなく名前で呼んでみたいんだが。はい、いいですよ。え、どうだろう。いいですよ。はい、いいですよ。そうか、ではこれからは名前で呼ばせてもらうよ。あれ、呼び捨てなんだ。私はてっきりユリアさんかと思った。はい。本当なら君にも俺を名前で呼んでもらいたいのだが。なんか違和感あるんですか？すみませんが、それはちょっと呼びにくいです。そうだね、乾先輩は乾先輩だもん。そう言うだろうと思ったよ。無理強いはしない。はい、ありがとうございます。
だが近い将来君は俺の名前を呼んでくれると思っている。それはもしかして後日談ですか？え？希望的観測だがね。希望的観測、はい。さてそろそろ到着の時間だ。あ、もう18分48秒経ったんですか？まだ10分弱ですよ。え？目的地だよ。はあ、見えてきた。どこですか？わあ、すごい。わあ、ここすごくよく星が見えますね。ああ、少し小高くなっているから地平線、水平線も見渡せる。最も北側は山になっているが。はい。流れ星見えないかな。それなら東南の方角を見てみるといい。東南ですか？あっちですか？ああ、今の時間ならそろそろ。え、流れるんですか？流れた。あ、今流れ星が。乾先輩の名前が違和感なく呼べますように。乾先輩の名前が違和感なく呼べますように。乾先輩の名前が違和感なく呼べますように。うん、計算通りだ。あれは水亀座の流星群だよ。え、そこまでわかるんですか？水亀座の流星群。獅子座やペルセウス座の流星群ほど有名ではないが、この季節と時間ならよく見えるはずだ。詳しいですね。乾先輩、この世の知らないことってないんじゃないですか？乾先輩って天文にも詳しいんですね。そうでもない、単に理数系のことが好きなだけだ。ああ、なるほど。ああ、また綺麗。あの乾先輩。何かな？流星群ってどうしてできるんですか？ああ、あれは彗星などの小天体が崩壊した後の微粒物質が地球の公転軌道に散らばっているからだよ。あの、これテニプリのゲームだよね。なんか急な理科の授業が始まったんだけど。わかりやすく言うと、地球の公転軌道に埃が散らばっていると考えればいい。はい。その埃の中に地球が突っ込むと、埃が大気との摩擦熱で燃えて流れ星になるわけだ。なるほど。ああ、そうだったんですか。だから同じ季節の同じ時間に流星群が見られるんだよ。なるほど、なるほど。君は星を見るのが好きなのかな？はい、好きです。そうですね、好きな方だと思いますよ。そうか、確率的には 72% だったが、正解だったな。 72% ですか、結構高いですね。こうやって星を見てるとなんだか吸い込まれそうですね。そうだな、まるで宇宙空間の中にいるようだ。宇宙空間の中、結構ロマンチックなこと言いますね。宇宙空間、そうですね。そう考えるとちょっと心細い感じもします。心細いか。ではこうしたらどうだろう。え、何？手握る？抱きしめる？何すんの？あー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 、素敵だわー。何これ？俺がこうやって隣にいる、これなら心細くないだろう。はいはい。もうしばらくこうしていても構わないだろうか？はい、構わないです。ずっとこうしててください。はい、しばらくじゃなくてもいいです。そうか、では時間が許す限り。はいはい。マックス、そして本当のマックス。ああ、考え事かい？はい。あ、乾先輩、悩み事なら相談に乗るが。ああ、ありがとうございます。あ、いえ、いいんです。そうか。はいはい。
明日には君はここを離れることになるな。はい、そうですね。はい。君にはいろいろと世話になったな。ありがとう。いえいえ、こちらこそありがとうございました。いえ、助けてもらったのは私の方です。お礼を言わせてください。ありがとうございます。ああ。乾、そろそろ花火が始まるらしいよ。ああ、わかった。花火？協定の跡部が用意したそうだ。この短時間で用意するとは大したものだな。そうですね。確か目玉は三尺玉だと言っていたな。かなりの大型花火だ。三尺玉ですか。あの人やることがいちいち派手っすよね。確かに。本格的な打ち上げ花火なんですね。ああ、どうやら始まるようだ。わあ。おお、見事なものだ。はい。綺麗ですね。日本の花火技術は世界でも有数だからね。はい。ああ、あれが三尺玉だろう。終わっちまったか。さすがに最後のは大きかったな。そうだ、最後にみんなで記念写真を撮ろうよ。まだフィルムは余っているし。そうだな、それもよかろう。じゃあみんな前に出てきてよ。はい。それじゃ、撮るよ。はい。いいっすよ。行くよ。そのままじっとしてて。はい。やっぱり乾先輩身長高いな。写真からはみ出てない？8月2日。うん、もう大丈夫。それじゃあお互いの相手を呼び出し合おうか。え？直接だと言いにくいでしょ。あー、そうね。それじゃああんたのお相手教えて。うん、乾先輩。乾先輩よね、やっぱり。乾先輩。了解、任せといて。それで私はね。乾先輩、来てくれるかな。はい。あ、乾先輩、話があると聞いてきたんだが。はい。あ、はい。少し待ってくれないか。はい。え？はい。実は俺も君に聞きたいことがあってね。何ですか？はい、何ですか？これまでのデータを総合すると、君は今付き合っている人はいないと推測される。いませんよ、だって中学生ですもん。間違っているだろうか。いいえ。え、いえ、その通りです。そうか、ここまではデータ通りだな。だがここから先は理屈じゃない。え？ん？失礼。次の質問に移りたいが、いいかな。はい。はい、どうぞ。君は俺といると楽しいかな？もちろんですよ。あ、はい。そうか。はい。乾先輩、私。すまない、もし俺の予想が的中しているのなら、この先のセリフは俺から言いたいんだ。え？え？
様相？ああ、こればかりはデータで算出することが不可能だ。だから、一か八かの賭けになる。賭けですか。はい。俺は、君のことが好きだ。付き合ってもらえないだろうか。はい、こちらこそよろしくお願いします。そして乾先輩、その告白100点満点。ああ。どうだろう。こちらこそお願いします。はい、喜んで。お、本当か。はい、もちろんです。私、乾先輩のこと好きですから。そうか、よかった。嬉しいです、乾先輩。ああ、俺もだ。これからも俺の隣にいてくれるかい？はい、いさせてください。はい、もちろんです。ありがとう。いえいえ。おお。なるほどな。君はああいう映画が好みだったのか。映画デートか。いいな、映画デート。はい、つまらなかったですか？いや、そんなことはない。心理描写が巧みで、なかなかに興味深かった。ジャンルは何だったんだろう。よかった。おお、名前で呼んでる。貞治さんの好みに合わなかったらどうしようかと思ってました。でも違和感あるな。貞治って言ったらいっぱいあるし、大きな白い犬もそうだし、王さんもそうだし。そんな心配はいらないよ。俺は君と一緒に見ることができればそれだけで十分だ。本当ですか？嬉しいです。あ、はい、実は私も貞治さんと一緒なら本当はどんな映画でもよかったんです。そうなの？そうか、君もそう思ってくれていたのなら嬉しい。乾先輩、でも本当に苦手なものとかそういう時は言ってくださいね。私には貞治さんのデータが少ないんですから。そうか、しかしそれはこれから埋めていけばいい。はい、はい。それと一つ君に頼みがあるんだが。何ですか？何ですか？君と腕を組んでもいいだろうか。意外なこと言った。乾先輩からそういうことを言うなんて。あ、はい、もちろんです。おお、ちょっとバランスが悪いんですね。そうだね、身長差どんくらいあんだろう。うわ、いいな。すまない、腕は疲れないか？大丈夫です。いいんですよ。それに疲れても話しませんから。おお、ありがとう。いえいえ、こちらこそありがとうございます。あ、あっちにアクセサリーショップがありますよ。覗いていきませんか？そうか、君はアクセサリーが好きなんだな。はい、はい。私のデータまた新しく増えましたね。ああ、だがまだ足りない。俺はもっともっと君のデータを知りたい。私も乾先輩のデータをもっともっと知りたいです。はい、私も教えますから、貞治さんもいろいろ教えてくださいね。ああ、二人のデータをもっと増やしていこう。はい。はい、乾先輩を無事攻略することができました。いやー、乾先輩、後日談は本当に予想以上なことをしてくれる。まさか乾先輩からあんなことを言うなんて。意外な一面を見たわ。はい、次回はドキドキサバイバル36のミスティック最後のキャラを攻略します。ご期待ください。それじゃあ今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。